帰りたよ。乾杯です。横浜のホーム。横浜のホームレス、ちゃうやん、やっぱり。ホームレス、ナムさんと来ました。せーの、いただきます。これ、歯なくてもいけます。歯なくてもいけるよ、本当。じゃあ、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい。乾杯。あー、うまいな。で、まあ、ナムさん、お酒を、まあ、控えてるので、人間ドック引っかかったんで。ああ、はい、言ってましたよね。それは久しぶりのお酒なんですか？ノーコメントで。ちょっと飲んだっていう感じです。生さんは確実に飲んでます。飲んでます？僕が見てないところで確実に飲んでます。確実に。長生きして動画を続けて大富豪になってください。大富豪になる前にね、くたばるか分かんないよね。いや、ダメですよ。ちゃんと体でやってみましょう。はい。すいません、今日はありがとうございました。いや、ありがとうございました。はい、これ含め3本も。同じ西成でも誰と歩くかによってこんな楽しくなるんやなって、すごい濃い一日でした。いや、ご自分本当にありがとうございました。さまざまな出会いがあって、自分も楽しかったです。はい。結構ウェルカムな街でしたでしょ。うん。フレンドリーで、うん、壁がないというか。はい。でも、ナムさん、あれっすね。ジョンさんの前だと自然体っすね。なんか緊張がないというか、すごい自然な。あ、ほんまですか？はい、緊張してます？僕、前にして。いや緊張してないね。あ、ほんまですか？もうちょっと緊張してください。星前ジョーさんがカンネ来てくれた時は、はい、もちろん緊張感あったじゃないですか。でも、会った瞬間から、あ、緊張はいらないなと思って。はいはい。いい意味でね、緊張する前にさ、はい、もう話し方とかさ、はいはい、全然あれが違ったから、 あ、じゃあ俺も普通のように出せばいいんだなって。うわ、嬉しいっすわ。ちなみに前回ナムさんもジョーさんと初対面、はい、自分も初対面だって言ったんですけど、はいはい、帰ってふと気づいたとか思い出したんですけど、はい、5年前ぐらいに下北沢で電車から降りたら駅前ですごい喧嘩をしてる大人の方がいました。50人ぐらいで人だかりできてる。片方の人はもう骨が折れてる状況で、もう血だらけになってる。でもみんな怖くて止めれない。ただ傍観するだけの時にこう遠くから何やってんねんって方が来て、はいはいはい、それがジョーさんでした。特技あるんやね。喧嘩止めたいうことですか？覚えてます？全然覚えてないです。あ、覚えてないですか？いや、僕喧嘩めっちゃ止めるんですよ、路上の。あ、変わってますね。変わってます。いや、なんか反射的に動いちゃうんですよ。何してねんみたいな感じで。なんかカメラ回してるのかなと思って見たんですけど、はい、カメラもなくただプライベート喧嘩止めをしてました。いや、だから多分僕5年前ぐらい下北住んでたんですよ。あ、そうなんですか？はい、だから多分その時やと思います。ヒートアップしてる2人をこう話して、はい、2人で話し合いをさせて、はい、解決した。うわ、そうなんですね、はい、ほっといてくださいよ、そういう瞬間。そうですよね。なんかさっきナムさんが緊張するせえへんかったみたいな話してましたけど、僕の方が初めはちょっとは構えましたよ。そうなんですよ。あ、だってやっぱりそのナムさんはそのホームレスじゃないですか、うん、でそこでやっぱり一つのテリトリーって絶対あるじゃないですか。壁というか、うん、世間からどう見られてるかとか、ホームレスの方々って僕いろんな人と話してる中で自分を守る上で人に対して閉鎖的な形を持っているっていう人たちもいるんで、だから僕がちゃんと受け入れてもらえるかなみたいな。でも5分ぐらいで僕も消えましたね、その話が。この人はもうこんなラフで優しい人なんやな。もうウェルカムみたいな感じで、もう開始もう1分ぐらいでもう僕家上がってましたね。でいろいろ見せてもらったりとかして、すごくこうフレンドリーな方なんやなと思って。いや、もう今もう普通に友達と喋ってる感覚なんですよ。年齢さえも感じさせないぐらいの。年齢させるといくつ違うんだ？いや、もう倍以上違いますよ。あ、そう。僕31なんで。31の子って結構合うんだもん。あ、ほんまですか？すごい固定された話でした。いやいや、サーティワンアイスクリームが好きやから、はい、サーティワン。なんかもうそれ以上その話じゃないです。あ、そうか、はい。これいわゆるあれです、適当な。さっき。ちなみにジョーさんは、はい、あのいろんなコンホームレスの方と会ってるじゃないですか。はい、どうですか、ナムさんと。なんかやっぱり、人柄がまず優しいですし、ホームレスの方って結構変わった人がいがちなんですよ。社会的にあんまりこう真面目に生きれなかった人たちであったりとか、普通に働けなかった人たちで結構変わり者が多かったりとかするんですよね。普通に会話してても成立しなかったりとか、何喋ってるか分からんようなこと言ってどっか行っちゃったりとか、連絡もちゃんと取れなかったりとかって意味ではめっちゃ何て言うんですか、大人な常識人というか、あとは頭いいですよね。視聴者さんのこととかいろいろ考えて思いやりを持って行動してる方なのかなとか。自分がよく忘れるのが、はい、そのサムネイル撮影ってあるじゃないですか、 YouTuber の、はい、それ自分よく忘れちゃうんで、はい、ナムさんから「ちょっとまだ食べる前にこれ撮んない」とか言ってくれて、はいはい、あ、そうなんですか。結構忘れるんだ。プロっすね。もうこれサムネイルになるのとか、はいはいはい、ここにカメラ置こうとか。完全 YouTuber っすね。いやいや、そうじゃないけど、はい、基本は基本だから。はいはいはい、基本は基本だよ。
ありがとうございます。まあ言ってたようにその西成の現状がその普段生活してる東京とか横浜の街の様子とちょっと違いすぎてカルチャーショックというか、あ、明るいですよね、こっちの方が濃いというか。あ、そうですよね。やはり東京とかのホームレスの方はもう静かに、そうです、もうちょっと閉鎖的な感じに僕は感じましたね。本当にこちらの方は明るいというか県民性もあるんかもしれないですけどね、大阪市ですよね。みんながそうやから別にさらけ出していいやんみたいな感覚が結構強くて、でもナムさんも僕そうやなと思いましたよ、初めて会った時。ホームレスの方々ってやっぱこう悲しい過去とかいろんな過去にトラウマがあったりとかすごい大変な思いとかしたから沈んじゃう人たち結構多いんですけど、でもナムさんってめっちゃオープンじゃないですか、ウェルカムみたいな。ああ、そうやね。それもともとずっとですか。そう、男も女もね。男も女もオープンですか。うん、なんか下ネタに走るやん。難しいことをこう聞くと下ネタに走る。おじさんのよくあるパターンです。あるパターンですね。お嬢さんちょっと難しい質問になってしまうんですけど、はいはい、ホームレスの方みたいに生活困窮者の方をこう西成地区でこう見てるじゃないですか。はいはいはい。嬢さん自身はそのホームレスの方についてはどう思ってらっしゃるんですか。ああ、でも人間誰しもが大変なことってあると思うんですよ。でそういうのにバッティングするときってあると思うんですよね。いい運に恵まれることが奇跡やったとしたら、悪い運に恵まれるときって誰しもがあるような気がして、どれだけその自分が真面目に働いててもとかいろんな環境に恵まれてたとしてもそうなる可能性ってあるじゃないですか。怪我やったり病気の影響なんか分かんないですし、いろんな思いで多分ここに来らざるを得なかった人たちもいますし、ここしか居場所がなかった人たちとか、なんかそういう方たちが多分暮らしてる街やと思うんで、僕はなんかそこに対して壁っていうのを作る同じ目線やと思って、自分もなんかそういう人たちを見た時に上とか下とかも全く思わないですし、ただなんかかわいそうやなとかっていうそういう同情的な目線もないですし、自分も何が起こるかとかって分かんないんで、当たり前のことが当たり前じゃないんやなとか、今普通にしてることが普通じゃないんやなっていうことをなんか意識しながら考えるようにしてますね。自分たちのチャンネルがホームレスの現状をリアルに発信する、はいはい、チャンネルとして動画を上げてるんですが、はいはい、ジョーさんはどういう考えのもとホームレスの方を動画を上げたりしてるんですか。はいはい。まあホームレスっていう人くくりとかはあんまり僕考えてないんですけど、面白い生き方してるなとか面白い価値観あるしてるなっていう人に対してターゲットにして取材したりとかしてるっていう感じなんですよ。いろんな暗い過去があったりとか生きてきた中で一部変わったような過去があったりする人って、その分哲学があったりとか乗り越えてきた道のりの中での独特の価値観があったりとかして人生っていうものを生きてるなと思うんで、なんかそういう人らターゲットに置いた時に新たな視点から人生を楽しめるなと思うんですよ。だからナムさんもそうじゃないですか。もうホームレスかける YouTuber ってなんかすげえ先駆者じゃないですか。すごい職業支援の形じゃないですけど、檜山さんたちがやってることっていうか生き方自体が夢になっていくというか、それってすごい面白いことやなと思ってゲームを送らせてもらったんですけど、ホームレスの方が YouTuber になってかつそれで夢を叶えていくって、なんかすごくホームレスに対する認識も変わると思いますし、ナムさんの周りのホームレスの方々にもなんか仕事が例えば当てがわれたりとかする可能性もあるじゃないですか。いろんな形で多分そのホームレスっていう認識をすごく優しい目が広がっていくんじゃないかなっていうふうに僕はナムさんを見てて思いますね。いや俺もそれはね感じるよね。あそこで YouTube を始めるようになってから、はい、あの四角を通る人が増えてきた、はい、で前は小学生とか女の子だったら、はい、パッと見てで上引っ返すんだよ。ああなるほど。通れないわ。はい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 、うん、だけど今はナムさんがいるから大丈夫だっていうね、はい、もう先入観がみんな持ってくれてる。なるほど。もうヒーローじゃないですか、ホームレス界の。いやいやいや、こんなジジイのヒーローなんかいるわけない。いやいやいや、もう姿形は何でもいいでしょ、年齢も。だからそれが俺は嬉しいから。なんか僕その西成で活動するときにやっぱその西成の NPO のボランティアとか参加したことあるんですよ、うん、ホームレスの方々になんか炊き出しであったりとか、うん、あと夜回りって言って夜にいろいろおにぎりとか提供するようなボランティアとかしたことあるんですけど、やっぱ一番の問題っていうのは教育がやっぱりそのホームレスに対してちゃんとしっかり教育してないからこそホームレスに対するいじめっていうのがめっちゃ多いらしいんですよ。負けるときに蹴られたとか物投げられたとか、それでほんまに亡くなった人もいるみたいで、でも同じ人間やと思ってないんです。ナムさんが広がれば広がるほど貧しい人たちとかそういう方々に対するなんていうんですかね、施しとかなんかそれが本当のなんか強い人間かなとかって思うんですよね。だからこそこれでもしナムさんが大富豪になったらえぐいっすよ。もうロマンですよ。どっからでも人間は這い上がったら上に行ける夢を叶えれるんだなっていうのは一番じゃないですか、ギャップで言ったら。まあ確かにね。ねえ、そんなことが世の中で叶うのかっていう。
マサイメンみたいなもんでさ、はい、YouTube ドリームなるのかな、はい、でも一番ですよ、ね、それこそナムさんの1年前多分この1月中旬館内の地下通路で毛布にくるまってサムさんをしのいでたのが、はい、1年前、はい、1年後の今日はその大阪に来てジョーさんと一緒にコラボして、はいはい、完全に YouTube ドリームと言っても過言ではない。ちなみにジョーさんの今後の YouTube 目標というのは何なんですか。あ、でももう僕はまず200万人ですね。その後は300、500とどんどん広げていきたいなって思いますし、僕自身の人生をほんまに投影してるチャンネルなので、僕自身が人生を楽しむことによって生きているっていうことの楽しさやったり素晴らしさっていうのを伝えていけたらなっていう、いろんな楽しいことも全部丸ごと見せるようなチャンネルにしていきたいなって。それで人を傷つけたくないんですよ、僕自身。鬼の投げ合いみたいな文句を散らかすようなチャンネルとかもあるじゃないですか。あとはネットもすごい誹謗中傷とかが多い世界じゃないですか。僕はなんかそういうのは根本的に良くないっていうことを、むしろこっちの方が楽しいんだよっていうことを、人に優しくする方が楽しいんだよっていうことを僕自身も意識してますし、そういう人たちとの出会いっていうのがどんどん増えていくなっていうのを発信していきたらなと思いますね。多分ね、ジョーさんは生きてることのやってることがみんなに対して道しるべみたいな感じでやりたいと思うんだよね。そうなんですよね、もう意識しますね、ね、本当に。いや、根本的に優しいと思うよ、なかなかできないと思う。いや、でももう僕はテーマです、もう僕のビッグで優しくなるっていうのが、うんうん、あの日本で自殺多いじゃないですか、めちゃくちゃ、うん、で僕親はそれで亡くなったんですよ。っていうのもあって、命に対する楽しむっていうところっていうのはすごくこう根本に置いてるみたいなところあるんですよね。ジョーさんはそのホームレスの方を救おうと思ったことはありますか。救おうっていうほどその大それたことはできないですけど、でも目の前に困った人がおったら手を差し伸べたいなっていうふうには思って生きてますね。救おうってなったらすごい責任が生まれちゃうというか、その人一生面倒見れるかっていったらそこまではできんかったりも しますけど、まあ目の前のこの瞬間瞬間に困った人がおったら手を差し伸べたいなみたいな、僕はその発信者としてそれの全体を通して認識が変わっていったらいいなとか、世の中が良くなったらいいなとは思いますけどね。ホームレス偏見がめちゃくちゃ多いよ。なんですかね、ほんま、みんなクビなってほんまうだつ上がらんような時あるかもしれんやんけみたいな思うんですけどね。いや、だけど汚いもの見るよりか綺麗なもの見たいのが人間の心理。まあまあそうですよね、うん、いやでもめちゃくちゃ変わっていってると思いますよ、ナムさんを見ることによって。だって子供が絵描き描いてプレゼントとか、ユイ、うん、さんとかにプレゼントしに来たりとか、うん、子供たちはすごく優しい心でホームレスの方とかナムさんのことを見てるってことだと思うんで、ナムさんと YouTuber 始めても1年くらい経つんですけど、はい、そういったところをこう一緒にいて優しさとかも伝わってくるんですけど、はい、撮影してるときにやはり階段降りてきたらすぐ繰り返したり言葉で言う方もホームレスの偏見もので出る方もいるんですが、はい、そんな中コラボしてくださった調査的にありがとうございます。あ、いやいや、もうこちらこそです。いや本当にありがとうございました。もう僕がありがとうございます。いやいや、やっぱりね、偏見の目で見られる街だと思うんだよね、はいはいはい、ジョーさんがここで頑張ってさ、はい、来てるようになって、はい、それはめちゃくちゃ俺いいと思うし、はい、いやちょっと気引き締めて頑張らないといけないですね、本当に。コーン詰めると自分の体オーバーヒートするから、はいはい、適度にさ、これみたいにお姉ちゃん遊びするとかさ、あ、もうそれはね、定期的に、はい、やりたいと思って、うん、しんどくなったらナムさんとかで、うん、一緒にキャバクラでも一緒に行って、ぜひぜひ、はい、これからもいろんなコラボしましょう。こういったコラボとしてホームレスの偏見がなくなればいいなと思ってますし、まあ、5年前 の, その下北沢の件もありますけど、はい、やっぱジョーさんカメラ界でも話しかけてくれたり、かっこいいよね、かっこいいっす、ホームレスの。動画見てくれてる方、ジョーさんの爪登録してなかったら100万人の夢のためにもぜひぜひ。そうですね、あと僕の方でもね、ナムさんと初めて会って、うん、ナムさんの家の横で泊まらせてもらった動画、ダンボールハウスを実際に作ってもらってっていう動画上げてるんでね、これからもう今より多くの人にこういろいろな偏見をなくせるような動画作るナムさんと一緒に、はい、いやちょっと大富豪を目指して、はい、頑張ってください。ありがとうございました。ナムさん、ありがとうございました、本当に。いや、ありがとうございました。最高な一日でした。ナムさん、また、うん、あとお元気で、また会いに行きます、うん、風邪ひかんでてください。はい。
ありがとうございました。なんか大富豪みたいですね。お疲れ様です。ありがとうございました。